こちゃん、座ったすきょうすね。こちら、よいしょ、2.0 オールブレイカー、ディガミラやっていきたいと思います。ってことで、まあ、2.0 オールブレイカーの、アイゴレかな？そう、アイゴレの枠がミゲラにしただけですね。で、まあ、スピリット系はもう、なんかもう自由ですよね。最近多いんでね。ファイスピーか、LSPか。まあ、ヒースピアのロンガイかな。さあ、ということで、強化されたね、アイスピー。あんま触れられてないっすね。なんか YouTube とか Twitter とかで、どうなんだろう。まあ、あんま高回転使ってる人もいないかもだけど、アイスピの冷凍時間がね、3割伸びました。3割長くなりましたんで、まあ、30% か。まあ、単純に凍ってる時間が長い。凍らせる時間が長いので、まあ、バルーンとか、ホグとか、かな？主に。対バルーン、対ホグに対しては、まあ、前よりもすごい優秀になったんじゃねえかなと。思いますね。まあ、それ以外はまあ、LSP でもいいけど、ISP の良さも、まあ、ちょっとだけ出てきたかなっていう、ちょっとだけね。さあ。で、今回相手は、まあ、高回転の、なんかドリルですね。弓打つやつは、僕のデッキからしたらマジでズルなんで、こうやってしばきます。はい。トルネードとかね、持ってるとね、ちょっと嫌な香りがしますけど、しっかり凍ってもらって、ここでディガーまで行ってあげてね。さあ、コースが足りない、俺がね。でも、吹き矢が、いや、いい、めっちゃいい、そんな入れてくれる？そんなに入れていいの？で、これは、まあ、基本一発でいいかな。何も来なかったら一発だけでいい。なんかつけてきたら、まあ、ウッド2周転がせばいいんだね。今のウッドのタイミングは、マジで、ちょっと下手。さあ、まあそんなわけで、相手は高回転ドリルと。で、困ったので、置いてきましたね。あれはちょっとずるいですね。さあ、一旦もう僕も考えないしに、一旦守りたいと思います。することないんでね。で、なんかよく、やっぱエリクサーがさ、これ漏れるのやっぱ気にするじゃないですか。やっぱクララーニアね、この大事なエリクサー。まあ、これがもう無限に、あ、これちょっと、ウッドちょっと早いかな。あ、こういうの良くないですよね。ね、ちょっとこう、なんだろうな、エリクサー漏れ、やっぱもったいないな、みたいなのもあると思うんですよ。あー、分かってたんだけどな。全然ダメでした。エリクサー漏れやっぱ気にして、なんかこう戦ったりすると思うんですけど、皆さん。世界、まあ、4シーズン連続って言ったらやばいか。4ヶ月連続、世界1位にフィニッシュを今してるモハメド・ライトが、言ってました。エリクサーはね、漏れてでも、しっかりね、ダメージ受けないように戦う方が正しいんだよ、みたいなことを言ってたので、やっぱエリクサー、漏れるやばいと思ってユニットこう適当に出したりすることとかも、まああると思うんですけど、まあ世界最強の化け物プレイヤーが、エリクサーはね、漏れてでも確実にやった方がいいよって言ってたんで、まあ漏れてでも確実にやった方がいいっぽいです。まあ、世界一がそう言うならね、そういう話ですよね。さあ、ということで、まあ、今の間もうトルネードも何もないので、この間に攻めちゃいたい。で、しっかり、竹取りながら、ウッドで時間稼ぎながら、で、トルネード使ったので、あんたじゃあ次の私のこのディガーの位置を当ててみなされっちゅうやつっすね。で、ここで陸行きがなくなるんですよ。じゃあ、バルキリーどうやって守るのってなったら、こうね、攻めながら守ります。よいしょ。さあ、オールブレイカーがね、入って、グッドゲームです。ちゅうので、まあ、ウッドミラーのおかげで、まあ、ジアちゃんもしばけるよねっていうので、ちょっといい。まあ、アイゴレがないので、なんだろうな。もう、ゴレの攻撃とかラバの攻撃の時間稼ぎが、まあ、ないっていうのはちょっと辛いかもしんないね。そうだから、まあ、大方は、まあ、引いたら気合。まあ、キングオリ行くか、2-1プランかな。よいしょ。さあ、まあ、アイスピコーラス3割。気づかない。いや、わかりやすいね。わかる。あー、ISP の工程時間長くなってるわー。で、終わるっすね。なんか一個みたいな言い方になったな。さあ、バルギニースケブ。まあ、ドリラーかなー。マジでねー。最近もう強いデッキとかがね、もう、なんだろうな、確立されてきたというか、なんか環境が定まってきましたね。よいしょ。ここ一回耐えます。オッケー、300ダメで抑えられたのはもう十分ですね。そう、ある程度もう強いデッキはね、固まってきたので、あ、これ一発入っちゃうな、俺のスケ下手すぎて。やばい。そう、その中の一つですね。だから本当に今強いの、チェーンスケラー、まあゴブドリー、
まあ迫撃関係、ロイ関係とか、まあそんな感じか。うん、やっと環境定まりましたね。でマジで本当にいないのがマイティですね。いやマジでなんかあいつどうされたっていう、もうちょっとこう使われると思ってたんですけどね、ぶっちゃけ。あー逆がうまいなそれ。マイティマジで全然使う。おいウッドミラーでウォールブレイクワンパンだ。新しい発見をしましたあんま使うことないかもだけどね、今びっくりだ。そうマイティがねマジで最初弱すぎて、いやお前さすがにチャンピオン名乗んなやっちゅうね感じだったじゃないですか。なんすけど強化されて緊急でね、しかも緊急でわざわざ強化されるってもう何事よっていうね。運営さんもねもうマイティを使ってほしいんでしょうね。そうで強化されたのに全然強くないっていう、もう事件。いやー痛いなーマジで。スケブをねやっぱ防衛でウッド使いたいんですけど、使うとこのスケブがねゲーチで強いんですよ。そうでファイスピとかのね受けも考えていくと結構積極的に今から攻めていかなきゃいけんですね。あここでも熱い吹き矢がね内側に。ファイブさすがに、いやマジで歩くねバカ入ってるバカ入ってるバカ入ってるけどやばい、そんなこと言うてる場合ちゃう。さあでウォールブレイカー行ってウッドまで行こう。あーいいインフェだな、全部守れちゃうっすね。あでも俺これさっき学んだっすね、ウッドミラーで全部仕分ける。いやなんもこん。いやウォールブレイカー来なかったっすね。さあ一旦単発、いやこれ勝ちたいな、逃げ切りたい。さあ行くよ。いやーそれはねミスったら結構大事よ大市さん。やばい拾えない拾ってほしいのに。いやでも入ってる。さあちょっと D が欲しい、 D が上げ。結局こんなん D が上げよね。え、しかも相手ファイボー2発だよ、それだって。あ、終わった。いや、ファイボーで落ちないんですよ。しかもファイボーとか呪文って見れるから、長押したら。最後はもうなんか、諦めのファイボー飛んできましたね。熱い。そう。で、何の話してたっけなこいつだ。マジ、ホーム画面にもなってる通り、マイティですね。思った以上に使われなくて、いや、意外とでも、そんなんだろうな、マルチジョイでも、趣味で使ってる人はいるんですよ。多分本気で強いと思ってるのは本当にほぼいないと思うんですけど、なんか趣味で、なんだろう、高回転、まあ、ディガーオールブレイカーのマイティとか、あとなんだろう、ああ、いいヒースピだ。これリポン置かれたらもう一回ディガー飛ばします。はい。で、あとなんだろうな、まあ、ラバマイティとか、あれでもこれびっくりして対応できてないですね。おいしおいし、しかも入る。うん、強い。しかもヒースピサイト後から、これコウモリで、この肋骨ね、ババ野郎全員しばけます。美味しい。なんならこのコウモリを生かすアイスピ。そう。まあ、あと遅延スケラとか。な、ゴレとかにもたまに入ってる人いるけど、まあ、全然いないですね。そう、だからマイティ、もうちょっと疲れてもいいのになと思いながら、まあ、多分どうせ強化来るでしょう。チャンピオンなんで、ね、チャンピオン今んとこ、一回はもうぶっ壊れ時期がね、やっぱみんなありましたからね。スケキン。まあ、スケキン今が言ったら結構ピークなのかな、壊れてます。めっちゃ使われてます今マルチ上位で。でも俺も使ってるんですけど、そうなんか結構いろんなデッキに入ってくる。でここで一回空振りさしといてからのさ、ユーの咲いてエリババとかじゃないと拾えないけどコストがない。あーめっちゃいい受け、やばい結構渋い、それやばいですね。そうなんで、まあ、マイティは強化待ちです。ぶっ壊れになります。でゴルナイもなんかえぐい時期あったじゃんってなると、マイティもね、やばい待て危ない。もう耐えます。もう耐えてしまえばあの30死なんかぶっちゃけあれなんですよ。
何も怖くないですね。だって彼らは呪文がないんですよ。そう、彼らは呪文がないから、いや、こういう吹き矢の方は世界一良くない。あーってやばい、マジやばい。本当にどうしたっていうぐらい今下手で、これウッド3周でね、あれ実はしばけるんですよ。皆さん知ってました？まあ、2周でもなんなり、いや3周しといてあげよう。いや、こういうね、オシャンティー防衛を知ってるだけで三重士がね、イージーに見えますと言って、こっから負けるんですけどね。あー怖いね。基本的には2周となんかね、一応これできればもうそれだけで十分なんですけど。さあ、いや、いいねスピリットですよ。いいスピリットですよ。もうなんかウォールブレイカーもね、防衛ニットだと思ってください。で、出しておくと気づいたら7000目でも入っていく。いや、いいね。それで、こっからは、オイラのヒーバータイムいきます。オイラのとこで言って、誰？で、こっち攻めながらの、こっちも攻めちゃって、みたいなね。で、こっちも行きながらの、さ、しっかりスケとアイスピでゴースト拾っていく。まあ、エリポンを壊せれれば、まあ、僕からしたら何もね、問題ないっていう。あー、でもちょっと上手いなぁ。マジで。で、まあ、ウォールブレイカーでね。でも、ウォールブレイカーはマジでこう、防衛でも使えるのが本当に強いね。さあ、で、スケでしょ？いやー、めっちゃ強いじゃん。で、ディガーからの、もう一周ディガーなんてね、言っちゃっても、いや、エロ？そこの位置拾う？ね。えぐいっすよね。さあ、で、ヒースピクル、ウッドで。あとはもう、陸なんかいっぱいあるんだね、僕、ぶっちゃけ。いっぱいある。ああ、そういう時やめて。これウッド添えとくと、たまたま引けて、たまたまダメージ入ることもあるし、空振って大ピンチになることもある。さあ、あれ、さっきのウッド3周ですね。はい。なんで、その間に、こっちめっちゃ回してあげて、めっちゃ回してあげて、めっちゃ回してあげて、よしよしよし。ほい。ああ、キャーキャーキャー。で、しっかりね、歩いてもらって、で、ここでもう一回ウッド添えとくんですよ。いってらっしゃい！あは、全然やないかい。いや、せっかくならなんかね、なんかもうミラーでいい感じに決めちゃいたいみたいなとこもあるんですけど、どうしよう。あー、来ました。ミラーでいい感じに決めちゃいたい。さあ、来た。これ絶対止まんないです。ウッドもしてるんで、もう1枚いります。ウォールブレーカーを止めるのに。オーケー。さあ、気持ちいいですね。もうウッド3周論ですね。30周ウッド3周か、まあ、トルネープラスのウッド2周とかでもしばけるんで、まあ、ウッドミラーで30処理っての覚えておくと結構楽に守れるかもしれませんね。そう、いや、ワンチャンの012ありますね。オールブレイカーでもなんか攻めときゃなんだかなるっしょ、入れて。さあ、 IT、 インフェルノタワーとね、インドラは使われるんだけどね、マイティだけはちょっと例外言うて、なんかどういう修正してもぶっ壊れになりそう。さあ、プリンゴリない。あー、バレバレコカッちゃんじゃない？飛べ。いやー、バレバレコカツの匂いがすごいプンプンしてるっすね。あー、いや、ドリューだ。走ってきそう。あぶねー。いや、これちょっとフギア働いてもらって、スケルトン部隊とかありそうだけどね。あーいや、本当にあるし、入るんだね。これどうする？いや、13セパはもったいないね。13オールブレイカーぶん投げるなら、やっぱこう、今でしょっていう時にぶん投げたいよね。さあ、プリンセス出しにくいよ。そこだとコウモリ入るんだよね。さあ、いいね。内側にディガー置いとくとな、なんかマジアチャとかプリンとか別に何でも竹取ってくれるから、出し得です。でさ、これはもう吹き矢と、まあ、スケですね。まあ、ISP もう一周やってもいいけど。ぽい。さあ、凍ってもらって。で、今回の相手、これ、キョスケネクロいるやつじゃないかな。マジで、デッキ博士すぎてね、なんかわかるんですよね、マジで。いや、これ、コウモリいるんで、絶対に、左。いや、コウモリが右に来た。あれ？ディガーが右いるからっつって、あ、コウモリ野郎も左に行きましたね。そんなことあるんだ。いや、美味しい。さあ、これマジで、キョスケネクロのインフェルノタワーで、スペルが柳雨だけだったかな。なんか、変なデッキいたんすよ。そう。
変なデッキっす。めんどくさいデッキです。簡単に言うと。そうなんですよね。なんで、これはちょっと、しっかりね。ああ、マジでやばい。やばいやばい。なんかもうパニクってる、パニクってる。パニクってるけど、言うてなんか止まりそうな。やばい、待って、全然止まってない。待って待って、ガチやばい。待って、ほんとにやばい。やめてほしい。アイスピ添えて、スケートの舞台突破します。いや、ダメ？あー、やばい！待って。端っぷり？いや、来ない。いや、ガチやばい。いや、でもこれを、勝たなきゃ、やってられんよね。あ、待って、やばい。待って、え？待って、時間、これ、絶望？あ、絶望！もったいねえ！なんか、せっかく2G プランでもういけそうだし、ドヤ顔でデッキ当てといて、プレイがいまいちっていう、最悪だ！ちょ、待って、まあ、マジで、まあ、そういうこともあるね。いやー、マジか。いや、もったいないね。普通なんか、もうちょっとなんか、ね、頑張れば守れたでしょっていう。ね、ディガーとかこの辺出しと、ね、なんかコウモリも出してとか、プリンちゃちゃうっとりやってとかしとけば、まあ、ウッドミラーとかがね、できちゃうとなんかこう、欲張っちゃうね。ね。よくない。うん。さあ。で、ちょっと、まあ、考えると、むずいっすね、クララって。だから、一旦、脳死でガンガン攻めていこう。ガンガン行こうぜって、いなりでもあるでしょ。もうそれですよ。ガンガン行こうぜ！よしよし。ガンガン行こうぜ！ガンガン行っちゃっていい。ああ。全然、あ、これですよ。もう本当に今の環境でめちゃくちゃ強いんですよ。このスケルトンラッシュが。そう。まあでもここは吹き矢も何でもあるので、さすがに止まりそう。殴んなよ、マジで。殴るのだけはやめろ。おぉ！殴ったけど耐えたからよし、みたいなとこある。吹き矢を抑えたから、みたいなね。怖いよね。よいしょ。でさ、ここでウォールブレーカーまで行ってもいいな。両成功。これどっちかしか受けれない。んーやー、欲張って一体吸いやがったな。いや、うまいな、今の。今のトルネはね、うまいっすね、ちょっと。嫌なトルネでしたね。もうちょっとダメージ稼いとかないと、マジスケキンベビースケラー、チート級に強いので、あれね。ガチやばいんです、本当に強い。そう、なんかちょっと気をつけなきゃいいか。で、トルネがない、墓石もない。おー。いや、いい樽だな、これ。今の樽できる人多分少ないっすよ。うまいな。クリスチャン。俺もクリスチャンラッディにしちゃおうかな。急にダサくなる。かっこいいか、そっちのが。どっちがいいだろう。あー、マジでめんどくさいな、その。もうゴリゴリいっちゃうね、ぶっちゃけ。クララはってね、やっぱこう、攻めるが勝ちってわけではないですけど、攻めがこう、やっぱ最大の防御みたいなの言うと思うんですけど、ね、やっぱ、攻めていかねえ。よいしょ。もうね。ウッドだって、2、3周ぐらいあるし、俺。いやー、めっちゃいい防衛すんな。ね。一発？んーねえ、事故見！いや、いいやん、いいやん。吹き矢ミラー結構大事だな、これ。いやー、オールブレイカーまで行ってもよかったけど、我慢やろう。で、吹き矢を左下に出しながらの右下。よしよし。いや、これはもう余裕で止まるっすね。だって吹き矢いるもんね。よしよし。ってなると、もうオイラのターンです。行ってこい！で、樽まで添えてあげて。樽じゃねえ、アイスピ。いやー、いい取るね。さあ、だがしかし、1038です。吹き矢右下だな、これ。あ、これ、もう勝ったっす。相手やったっす。そんな甘っちょり攻めはもう終わりですよ、って。うちの吹き矢先輩が、もう激おこ激おこ言うてね。さあ、ディガーと、まあ、オールブレイカーで、ね、ブースターしていく。まあ、吹き矢が、ほんとスケラに対して優秀ですね。さあ、何それ、教えられる。俺のこと知ってくれてる？さあ、バカなのに。熱い。
今となってはこのね、僕のマイクアカウントもね、あんま使う時ないですから、知ってる人が少ないですからね、このアカウントね。さあ、レッツゴーグルチャレ10人ウィンチューンごとね、よろしく。いったん、いってらっしゃい。さあ、豚好き。ボンバー、あー、ラバっぽいっすね。ラバのハイボユキかな。いやでもボス的だもんな。いやーわかりまぺん。スケキン、でもスケキンとかに対して合わせるカードがガチでないんで、もういっちゃいます。なんならウォールブレイクはマシマシでいきたい。ゴレポ、ゴレなのか、なんなんだろう。まあでもゴレ臭いよね、ぶっちゃけ。ゴレって言われたらなんかもう納得がいくもんね。アイスピンまで行きたい。あー、え、吹き矢入ってる。熱っ、ずるや。来た、吹き矢マジでたまに壊れるかな。最近だとまあ枯渇関係、まあ言うてドリルか、まあ、ぐらいにしか入んないか。吹き矢ね、ちょっと来てますね、ブームが。僕の中で使っててやっぱバカ楽しい、しかも強え。さあ、スケで、ちょっと右側行くんじゃねとか見せながらの、あー、いや、これマジでめんどくさいっすよね。これはね、マジで、右まで降りに行った方がいいんですよ。こうして、もうこのゴレを守れないんですよ、僕は。そう、だから一時交換してって感じで、一時交換した時に、まあ、右サイドもある程度削れてないの、ないとっていうので、まあ、こうなってるんですけど、まあ、助けてほしいよね、誰か。もう。助けてほしいよね。これはもうどうにかしてベビドロをね、しばかないけんす。いやーマジで、でもワンチャン耐えれそう。いや耐えれるのかこれ。いや耐えれそうだけど、あーい、耐えれませんでした。いやこれな、耐えれねえかな。アイゴレあったらまた話が変わったかなっていうのでさあ、リーチ。さあ、もう勝利のね、リーチと敗北のリーチとダブルリーチとヌーチャレ、ぬるいチャレンジってことか、これは。いやなんか日本語となんかむずいね。ひらがな、カタカナ、漢字、韓国語みたいなフルセットやん。なんかあなたは一体何者ですか、ダミン。あー、もうアイゴレランバーの時点でもう嫌ですね。もうバルーン関係、やっぱね、僕からしたらね、コウモリとフキアなんで、もう雪玉とか打たれるだけでぶっちゃけ一発入っちゃうんでね。ってなると厄介です。厄介な相手を引いたんですけど、高回転で立ち向かっていきましょう。インドか、インドはちょっとまたレアだな。ラム、あれ？ってことはもう俺の持ってるデッキじゃねえ、神技だ。さあ、まさかのバルーンだと思ってた相手が神技です。陸デッキですね。いや、しかもコウモリなんで、いやマジであれだ、ケンツヌシ、ケンツメッシメシデッキだ。アイゴレポイズンタルユキでしたね。ポイタルユキのめっちゃ昔の、本当に、いつだとりあえず、めっちゃ昔のジンギス。ただそれだけっす。アイゴレランバー、タルユキポイズン。いや、だからもうタルユキポイズンだから、まあ、普通に嫌だよねって。これポイズンからの、ファイアボでしたね。うん、いや、ここで今、来るかななんて思いながら、吹き矢ミラー待ってたんですけど、来なかったです。あのファイボタル、いや、ユキじゃないのかな。さあ、結構攻め、あー、ユキもやっぱしっかりあるっすね。しっかり雪玉持ってる。あー、インドラ待機やるっすね。
ファイボかな、ここは。おい、サファイボ使う。ってことは、このフキアがまた最強。まあ、この繰り返しっすよね、僕のデッキは。あんま攻めすぎると、あの低めコウモリとかにしばかれるんでね。無理しない程度に無理したい。いや、ハグってくれねえな。いや、回転早すぎて熱いな。そうそう、削りに行きたい。落としどころ飛べ。なんか待たれてますね、これマジで。なんかいつか来ます、ブッパが。チャンス伺われてるってやつです。逆かな、ランバルコウモリ。ああ。まあこれはもう無限。まあだからラムだから負けないな、これ。あの、なんかずっと俺バルーンのこと考えてたんですけど、ラムだからな。いや、拾うね。マジ後ろから一生なんか出していけばさ、でも一生ブッパみたいな、相手に一生守らして、あとはもうウッドで削るみたいな。でここのラムアイスピで止まるんでね、これがちょっと強いっすよね。さあウッド圏内ですね。オーケー。さあということで、フキアがマジでレビチに強いですね。ナイス。さあということで、今日はこの 2-0 ウォールベイカーね、やったんですけど、まあミラーだったで、まあウッドミラーとかフキアミラーとかウォールブレイカーミラーとかいろいろできるんで、おもろいんじゃねえかなっていうので、皆さんもぜひねやってみてください。よければチャンネル登録、高評価までお願いします。ではお疲れ様でした。またね、バイバイ。